ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、宮戸島について説明するぜ。霊夢は、宮戸島を知っているか？初めて聞いたわ。日本三景、松島の一つに位置する、宮城県の小さな島なんだぜ。古くから伝わる様々な伝説や、行事が残っていて、小中学生の男子が6日間こもる、縁図の割という行事が、今でも行われていたりするんだ。今でもやっているの。歴史を感じるわね。また、仙台藩初代藩主であり、独眼竜の異名を持つ伊達政宗をはじめ、伊達家ゆかりのスポットが、たくさんあるんだ。楽しみだわ。中学生ぐらいの時、なんかちょっとミステリアスな雰囲気を出したい時期があって、銀丸に出てきた政宗を見て、これだって思って、眼帯をつけてた時期があったわ。絵に描いたような中二病だったんだな。恥ずかしながらそうなのよ。今回は、日本三景の一つ、松島の宮戸島に伝わる伝説や、伊達家との深い関わりについて、わかりやすく紹介していくぜ。よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、宮戸島について詳しく説明していくぜ。よろしくお願いします。宮戸島は、宮城県東松島市にある島で、仙台湾の市湾である松島湾と、石巻湾とを分ける位置にあるんだ。島の周囲、約12キロ、面積、約8平方キロと、非常に小さな島だ。一日で一周できちゃうわね。ああ、島ではレンタサイクルを利用できるため、自転車を借りて島を巡るのがおすすめだぜ。人口は、東日本大震災前に、1000人弱だったのに対し、2020年11月には、471人と減ってきているんだ。半分以上減ってしまったのね。そうなんだぜ。島の気候は温暖で、椿などの暖気性の植物と、寒気性の植物が共存する、珍しい場所でもあるんだぜ。東北地方だけど、割と温暖な気候なのね。そうなんだぜ。宮戸島を語るのに、欠かせないのが、この島は、日本三景松島の観光においては、奥松島と言われる地区だということだ。日本三景松島。ああ、日本三景は、日本の3つの名勝地のことだ。広島県の宮島、京都府の天の橋立、そしてこの松島が日本三景だぜ。すべて、海、沿岸にある風景となっており、おのおの古くから詩歌に読まれ、絵画に描かれていたんだ。どこも聞いたことあるわ。日本三景だったとは知らなかった。そうだな。一つ一つ有名で、耳にしたことがあると思うんだぜ。そうね、古くから知られていたのね。そして宮戸島は、縄文時代から人が住んだ痕跡が残っている、古い歴史のある島なんだ。里浜貝塚という、日本全国で見ても大きな貝塚があるんだぜ。こんな小さな島に、大きな貝塚があるなんて、なんだか不思議ね。さらに、1918年に、縄文時代の人骨が14体発見され、当時、黎明期にあった日本の古人骨研究を、活気づけたこともあるんだ。この時、また、その後の調査で、さらに多くの人骨を含むおびただしい遺物が発掘され、特に、出土した縄文後期土器に基づく、宮戸島変年は、その後も、縄文土器変年の、指標の一つとなっているんだ。縄文時代について知るのに、重要な島なのね。その通りだぜ。宮戸島へ行きたくなったわ。どうやって行くのかしら。宮戸島は、砂州によって陸続きになった島、陸系島だから、車でアクセスできるんだぜ。そうなの。てっきりフェリーとかで行くのかと思ってたわ。橋を渡って車で行けるから、気軽にドライブにもおすすめなんだぜ。車がない場合は、電車で最寄り駅まで向かって、タクシーで島へ向かうことができるぜ。電車が通ってるのね。いや、島内には、電車やバスなどの公共交通はないんだ。本土にある、一番近い最寄り駅が、伸びる駅という駅だ。そこで降りて、そこからはタクシーだな。陸続きって言っても、さすがに電車は通らないか。そうだな。島って言うと行くのがワンマルースの空島行くくらい大変っていうイメージがあるから、安心して行けるのいいわね。そんな、全員生きていけるか全滅か、みたいな生き方する島、現実にあったら怖いぜ。確かに。続いては、奥松島としての魅力を説明していくぜ。よろしくお願いします。奥松島とは、東松島市に属する、宮戸島周辺のことを指しているんだ。松島湾の奥に位置するため、奥松島と呼ばれているんだぜ。宮戸島のこと自体を、指しているわけではないのね。ああ、まず、人気なスポットは、松島市大館だ。初めて聞くわ。何かしら。松島湾に浮かぶ、
264棟の島々を一望できる名所が、四大館だ。その名の通り4箇所あって、それぞれの眺めの印象を表す名称で、呼ばれているんだぜ。その中の一つが、宮戸島にあるんだぜ。そうなのね。宮戸島のも知りたいけど、その4つ全部ぜひ教えてほしいわ。もちろんだぜ。まず一つ目は、宮戸島にある総館大高森だ。標高106メートルで、島の最高峰なんだぜ。この山頂からは、仙台湾及びその内湾である、松島湾と石巻湾、石巻湾、牡鹿半島、蔵王連峰、栗駒山を望むことができるんだ。松島の形状を、箱庭のように見られることから、総館と言われているんだぜ。ここは、宮戸島で絶対に訪れたいスポットね。その通りだぜ。次は、四大館の残りの3つを紹介するぜ。はい。二つ目は、霊館と宮間だ。標高は 116.8 メートルで、杉、松、森の大木に覆われた、山頂の大領寺には、奥州山観音の一つ、富山観音がある。寺のその庭からは、静寂な趣の中で、松島を体感できるんだぜ。東南西の三方が一望でき、特に明治9年には、明治天皇も登られたことのある由緒ある場所だ。5台分ぐらいの駐車場もあって、そこから階段で16分で頂上に到着するから、山といっても、訪れやすい場所なんだぜ。ここから眺める松島湾の景色は、おそらく、麗しい、という意味で霊館と呼ばれているんだろうな。観音様も見たいし、ぜひ訪れたいわね。そうだな。続いては、幽館扇谷だ。標高は 55.8 メートルで、山頂からは、松島湾の入り江が扇のように浮かんで見えることから、扇谷と呼んでいるんだ。松島の全景が眺められるポイントの一つだぜ。頂上に藩主の茶邸跡もあり、紅葉時期には、楓が訪れる人に風情をかきたててくれるスポットだ。標高も少し下がったし、訪れやすそうね。ああ、最後は、伊観多聞山だ。標高は、55.6 メートルで、七ヶ浜町の北端与ヶ崎の断崖からは、太平洋から打ち寄せては砕け散る波が、眺められるんだぜ。その雄大さから、伊観と名付けられたそうだ。今まで出てきた場所とは違う、少し激しい松島の景色が見れそうね。そうだな。また、松島の島々を背景にして、塩釜港に出入りする大小の船舶の往来も楽しめるんだぜ。松島四大館、全制覇したくなったわ。そうだな。今は、山から望む絶景を紹介したが、次は、海の方を紹介するぜ。お願いします。宮戸島には、日本三大景の一つである、佐賀景というものがあるんだ。日本三大景。また日本の凄そうなものが島にあるのね。そうなんだぜ。岩手県の芸備景、大分県の耶馬景と、松島の佐賀景が、日本三大景と言われているんだ。この佐賀景は、切り立った崖や鋭利な岩肌が特徴で、遊覧船からは、屏風岩や青の洞窟など、自然の産物を見ることができるんだぜ。メガネ島やカエル島など、多くの名岩や奇岩が連なっていて、見ていて飽きないし、子供たちも喜ぶんだぜ。へえ、メガネに見えたり、カエルに見えたりするのかしら。見てみたいわ。ああ、カエル島なんて、本当にカエルにしか見えないから、ぜひ見てほしいんだぜ。ちなみにこの佐賀景は、遊歩百選にも選ばれているんだ。それはどういうものなの？読売新聞が、50年記念事業として、2002年に呼びかけを行い、市民参加による投票と、選考委員会により選定された、風光明媚な歩道などのある、地域百選のことだ。割と新しいのね。そうなんだぜ。子供からお年寄りまで楽しめる、いいスポットね。その通りだぜ。それにしても、いろんな形の岩が見れるなんて、クレヨンしまるちゃんの、ぼまるちゃんが、喜びそうよね。ぼまるちゃんが好きなのは岩じゃなくて、石じゃなかったか。持って帰れるサイズじゃないと、お気に召さないのかしら。ぼまるちゃんに聞いてみないとな。そうね。次は、宮戸島に伝わる伊達家との関わりや、今でも残る行事を紹介するぜ。よろしくお願いします。松島は、神聖な土地である、霊場として信仰を受けてきた一面も持ち合わせているんだ。それは、中世の修行僧にとっては憧れの地でもあり、欧州の霊場と称されたほどなんだぜ。また、景観の美しさから、多くの歌枕が読まれた文化的な背景もある。さっきの説明でもあった通り、宮戸島にも絶景がたくさんだったものね。ああ、そんな松島には、仙台藩伊達家の菩提寺、瑞巌寺が建てられていることから、仙台藩伊達家ゆかりの地としても、有名です。伊達って、あの伊達政宗。その通りだぜ。
片目を眼帯してるので有名よね。戦国武将でも人気の伊達政宗は、松島にもゆかりがあるのね。そうなんだぜ。少し、伊達政宗について説明しておくぜ。お願いします。伊達政宗は、現在の山形県と、宮城県、福島県の武将戦国大名だ。先代のイメージが強かったけど、それ以外も支配してたのね。ああ、政宗は、右目を眼帯をしているので有名だが、それは天然痘で失明してしまったんだ。そうだったのね。政宗が登場するフィクションなどでは、眼帯をつけているものが多いが、実際には、現実にある各種の記録には、目を覆った様子はないんだぜ。ええ、そうなの。たとえ病で失ったとはいえ、親よりいただいた片目を失ったのは不幸であるという政宗の考えから、死後作られた木像や絵には、やや右目を小さくして、両目が入れられているんだ。知らなかったわ。ただ、中には片目で残されているものもあって、片目の像として著名なものとしては、松島の随岸寺に秘蔵されている、伊達政宗像なんだぜ。さっき言ってた菩提寺ね。ああ、随岸寺は、国宝国重要文化財に指定されているから、ぜひ行ってみてほしいんだぜ。行ってみるわ。そんな伊達政宗は、松島に古くから残る文化を保護しながらも、上方の影響を受けた、新たな文化も取り入れることで、独自の伊達な文化を育んで大切にしてきたんだ。さあ、宮と島の伊達家との深い関わりや、伊達な文化を説明するぜ。お願いします。伊達政宗は、戦国大名として、政治軍事面での活躍は広く知られるところであるが、時代を代表する文化人でもあり、文化的にも、上方に負けない気概で、自らの、都、仙台を作り上げようとしたんだ。政宗は、その気概を持って、伊達家で育まれた伝統的な文化を土台に、上方の桃山文化の影響を受けた、豪華絢爛、政宗の個性とも言うべき、意表をつく粋な斬新さ。さらには、海外の文化に触発された、国際性、といった、時代の息吹を汲み取りながら、これまでにない、新しい伊達な文化を、先代の地に花開かせていったんだぜ。そして、その文化は政宗だけにとどまらず、時代を重ねるにつれ、後の藩主に、さらには先代から全国へ、そして、武士から庶民にまで、様々な方面へ広がり、定着し、熟成を加えていったんだ。政宗がいろんな人から愛されているのがわかるわね。そうだな。手の込んだ彫刻や、極彩色からなる装飾性豊かな建造物や、金地に色彩豊かなダミエで描かれた、豪華絢爛な障壁画といった、桃山文化の豪壮華麗な手法を取り入れた、建物をいくつも建立しているんだ。そうなのね。宮と島には、政宗が建立した幼児薬師堂という場所がある、大高森の北西、薬師山の中腹に位置しているんだ。ここは、仮に訪れた伊達政宗公が、鹿鬼させたが見えなかったことから、信仰を深くし、建立したと言われているんだ。ここは、市指定文化財として登録されているんだぜ。ねえ、鹿鬼させたが見えなかったって、どういうこと？これは、伊達政宗がこの島に漁に来て、射止めた鹿肉を煮ようとしたところ、老僧が現れ、殺生禁断の地であることから、調理を禁じられたんだ。だが、政宗はそれを受け入れなかったんだ。どうしても食べたかったのね。しかし鹿肉は見えず、政宗は鹿肉を海中へ投棄し、仙台へ戻ったんだ。今じゃ、炎上するわよ。そうだな。後日、家来に命じて狩猟の衣を着たところ、衣はすべて灰となり、以後政宗は、薬師如来の霊言新たかなるを知り、自分の眼病治療のため、この地を訪れ、祈願し併誘したと言われているんだ。以後、政宗は大いに信仰を深くし、この薬師山中腹に堂を建立したものとされている。薬師堂の力を思い知ったっていう感じかしら。そういうことだな。伊王寺住職を別当とし、寺寮として田や畑、山林を寄進し、屋根に家紋を入れ、代々大切にするようにしたんだ。随分手厚く。よほど信仰したのね。おそらくな。ここは、食堂や特産品の販売もしている、観光案内施設、青港、大高森観光ホテルの間にある道の奥にあるから、観光がてら行ってみてほしいんだぜ。伊王寺薬師堂は、実は洞窟の上にあるんだ。へぇ、この洞窟の中に、お地蔵様もいるから、手を合わせてから薬師堂に向かうといいんだぜ。わかったわ。薬師堂の下の洞窟は、1222年に、里浜の漁夫の網にかかって、海底から引き上げられた薬師如来を、最初に安置した場所と言われているんだ。薬師堂に向かう道中には、政宗が家臣に相撲を取らせた広場や、
侍が用を足したという岩場のトイレなど、多彩な史跡が残っていて、歩くのも楽しいんだぜ。この薬師堂は、宮戸八景というのにも指定されているんだぜ。宮戸八景。宮戸八景は、景観の美しさや歴史的背景をもとに、地元の方々によって選ばれた、奥松島の8つの名所で、それぞれ整備されたコースを、歩いて巡ることができるんだ。いい散歩コースね。薬師堂には、見晴らしが良く、海が見える場所に鐘があるんだ。ここからの景色も絶景だから、堪能してほしいんだぜ。楽しみ。さて、次は、今でも宮戸島に残る、珍しい伝統行事を紹介するぜ。お願いします。それは、月浜の円図の割という行事だ。どういう行事なのかしら。月浜の円図の割は、宮城県東松島市宮戸の、月浜地区に伝承される、小正月の鳥追いの行事で、子供たちが岩屋でおこもりをしてから、集団で家々を回り、害鳥を追い払う唱え事を言って、一年の豊作や無病息災を祈願する行事だ。ハロウィンみたいな感じかしら。まあ、そう思っといて大丈夫だ。珍しいのは、岩屋にこもる日数だ。子供たちが、1月11日から16日まで、一番大正の式のもとに、岩屋にこもって、共同生活を行うんだ。え、数時間とかじゃないのね。そうなんだぜ。岩屋で共同生活しながら、無病息災や大量豊作を願って、14日に地区内を回る、鳥追いに備え、身を清めているんだ。これは、200年以上も続く伝統行事なんだぜ。今でも、当時の形のまま続いているっていうのは、すごいわね。そうだな。かつては、岩屋で寝食を共にしたが、経年劣化で内壁にひびが入るなど、安全配慮が必要となり、寝泊まりは集会所を使っているそうだけどな。安全が一番よ。それにしても、約1週間でも共同生活って、私にはできないと思うわ。人によるよな。いや、私は繊細だから。じゃあ、学年一のイケメンとの共同生活だったらどうなんだ。漫画の、L〇系みたいな感じじゃない。それはいいじゃない。白状なやつめ。それは夢見ちゃうやつじゃない。最後に忘れちゃいけない、震災の話も紹介するぜ。お願いします。宮戸島も例に漏れず、2011年の東日本大震災の被災地だ。そうよね。津波で甚大な被害を受けた、宮城県東松島市の野蒜地区とつながる、島唯一の橋、松ヶ島橋は震災発生時に損壊し、島を孤立させたんだ。やっぱり被害は大きかったわよね。月浜地区は震災で、ほとんどの家が津波に遭ってしまったという。だが、死亡災禍によると、市内で震災の犠牲となった人は1000人を超えるが、宮戸島で避難した人は、全員無事だったというんだ。すごい。よかったわ。これは、島民たちの津波への防災意識が高かったことが要因だとされているんだ。実は、宮戸島は、1960年のチリ地震や、1978年の宮城県沖地震で、津波が襲来している。そんな津波の経験した住民だからこそ、防災意識は高かったんだ。揺れたらすぐ、てんでんこに逃げる、という住民意識が、東日本大震災で犠牲者を出さなかった要因だろう。過去の教訓を生かしてたのね。そういうことだ。津波で損壊してしまった松ヶ島橋は、2021年3月23日に無事復興している。これで前のような活気が戻ってくるといいわね。そうだな。今回の、宮城県の島、宮戸島に関する説明を聞いてどう思った？車で行ける島っていうのも、気軽に行けていいなと思ったし、自然豊かで見どころたくさんで、ぜひ行ってみたいと思ったわ。そして、地震や津波への防災意識っていうところも、他人事じゃないし、私も、もう一度気を引き締めなきゃなって改めて思ったわ。そうだな。ということで、奥松島の宮戸島に伝わる伝説や、伊達家との深い関わりについての解説は以上だぜ。ご視聴いただき、ありがとうございました。今後も、様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんな島について解説してほしい。というコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。